これは僕の動画の視聴者さんから教えていただいた話なんですけれども、その方の友人の男性が体験したお話です。その人は彼女さんと同棲をしていて、毎日毎日楽しい日々を過ごしていたらしいんですね。で、その人の家のカレンダーというのが、いわゆるブロックのカレンダーで、日にちを過ぎるごとにポコンと1個ブロックをずらして、曜日のブロックも1個ポコンとずらしてっていうことをする、日めくりのようなカレンダー、ブロック型のカレンダーだったらしいんですけれども、ある日から全然日にちが過ぎないことに気がついたらしいんです。朝起きるたびにブロックが毎日手前の日にちに戻っている。毎朝毎朝同じ曜日、しかも同じ日にちに変更している。そしてそれに1週間ぐらい自分が気がついていなかったことがハッと分かったらしくって、なんで俺気がつかなかったんだろうっていうことを思って、ちょっと急にびっくりしたらしいんですね。で、彼女に、これさ、カレンダーさ、戻してるよねっていうふうに言ったら、彼女が、うん、戻してるよって言ったらしいんですよ。で、なんで戻しちゃダメでしょ、なんで戻すの、そんなことすんのっていうふうに言ったら、だってあと一日経ったら、お別れしなきゃいけないから。っていうふうに言われたらしいんですね。え?と思って、カレンダーの日にちを見た瞬間に、パッと、自宅で目が覚めたらしいんですよ。起きると、自分が日めくった最後の日にちから、約1ヶ月経っていたらしいんですね。で、その時すべて思い出したんです。あの日めくりカレンダーのめくった、次の日、彼女さんは会社の帰りに交通事故で亡くなってしまったこと、そしてそのショックで自分が寝込んでしまっていたことに気がついた、そして夢の中で彼女とずーっとエンドレスに続く同じ日を毎日毎日繰り返していた。でも日にちが前に進むことはない。それはなぜかと言ったら、前に進んだら永遠のお別れをしなければいけないから。もしかすると最後にその人に彼女が取り付いてきて、一緒に行こうかどうしようか迷っている最中、やっぱり彼氏に生き続ける道を選んでほしいということで、目覚めさせるような言葉を最後にかけたのかなと思うと、悲しいような切ないような、そんな気持ちになったお話でした。